SL 銀河の運行が終了し1週間。SL 銀河ロス中のこうちゃん。蒸気機関車の煙を浴びたいと。降り立ったのは秩父鉄道の熊谷駅であった。ご視聴いただきありがとうございます。こうちゃんです。本日は埼玉県の熊谷駅の方にやってきました。本日乗車する列車でございますが、SL パレオエクスプレスという列車でございます。こちらは埼玉県の秩父鉄道を走行しております。都心から最も近い蒸気機関車です。牽引機は C58 型363号機。先日まで走っていました。SL 銀河の牽引車 C58 型239号機と同じ形の機関車です。こちらの秩父鉄道ですが、エモットと呼ばれる小田急電鉄から発表されているアプリの中にフリー切符が販売されております。こちらがですね、アプリの画面でございます。利用開始が6月の17日でございまして、1日フリー切符となっております。こちらの全線フリー切符は1500円でございました。有人駅での紙でのフリー切符の販売がありませんので注意が必要です。指定席ですが、往路は事前に予約をしておりました。そして袋でございますが、終着駅であります三峰口駅で普通列車に乗り換えることが難しいということでございましたので、帰りの指定席を三峰口駅で買いました。指定席料金は1100円でございます。ということで駅のホームにやってきました。 SL パレオエクスプレスは運行開始から35周年の記念の年となっております。秩父鉄道の熊谷駅2番線ホームには三峰口駅に向かう普通列車が停車しておりました。列車の前方にありますこちらが怪獣パレオパラドキシアでございます。秩父地域で見つかった怪獣でございます。こちらが SL パレオエクスプレスの語源となった怪獣です。その他列車の側面にはサメやアンモナイトなど、太古の昔ここ秩父は海の底であったことがわかるような列車のラッピングとなっております。10時ちょうど1番線に SL パレオエクスプレスが入線してきました。熊谷駅から出発をするため SL 機関車を後方に、前方にデキと呼ばれる電気機関車が牽引をして入線してきます。1963年に製造されたこちらの電気機関車は201号機ということで、SL パレオエクスプレスの牽引車として現在は活躍をしております。後ろを走っている客車でございますが、こちら4両編成となっております。国鉄時代に活躍しました12系客車を2000年に JR 東日本から買い取って利用をしております。買い取った当時は濃い緑色の色でございましたが、現在は赤茶色のような色をした塗装となっております。客車の後ろについています SL 機関車については後で説明をいたします。 SL パレオエクスプレスを走行させるために今まで牽引をしていきました電気機関車を外す作業に入ります。 SL パレオエクスプレスが熊谷駅に戻ってきた時にも最後、回送列車としての牽引をいたします。自動連結機が外されました。客車の前方部分にやってまいりました。こちらの C58 型363号機は1944年に製造されまして、最初は SL 銀河が活躍をいたしました釜石線の釜石機関区の方で運用を開始いたしました。その後東北地方の各地で運用をされておりましたが、1972年に廃車となりました。その後は埼玉県にあります吹上小学校に保存がされておりましたが、
1988年の埼玉博覧会において見事復活を果たしました。 C58 型363号機は SL 銀河と構造がほとんど似ております。後方にはテンダーと呼ばれる炭と水が入ったタンクがあります。機関車の前方部分にやってまいりました。こちらがですね、 SL 銀河と大きく違うところがありますが、皆さんも分かりますでしょうか。正解は363号機にはヘッドライトが1個、239号機にはヘッドライトが2個ついていることです。ライトが2個ついている理由についてですが、前照灯が切れた時に走っている場所が電角管であった場合、照明の交換ができないということでございまして、交換をしなくても走れるように補助灯というものを取り付けたのが始まりということです。今では SL 銀河が非電角管、 SL パレオエクスプレスが電角管を走っていますので、左の363号機に補助灯をもう一個つけたい気分です。SL パレオエクスプレスは2020年までは指定席と自由席の両方がありましたが、2021年、2022年のコロナを迎えてからは全席指定席となりました。客車の座席はワインレッドの色をしております。モザイクにしておりますが、本日修学旅行生がたくさん乗車してきました。10時15分、熊谷駅発車。熊谷駅から三峰口駅まで 56.8km、 約2時間40分の旅が始まりました。運行時間が2時間40分ということでございまして、沿線各地には SL パレオエクスプレスを撮影しようと多くの撮影者が来ておりました。熊谷駅では駅員さんを含め皆様に見送られて出発をしていきます。 SL パレオエクスプレスで沿線の観光などを紹介しているのが、秩父市生まれの落語家林家たい平師匠でございます。本日は秩父鉄道 SL パレオエクスプレスにご乗車いただきましてありがとうございます。案内役を務めるのは私、秩父生まれの落語家林家たい平です。SL パレオエクスプレス乗車記念ということで、秩父鉄道の鉄道カードが無料で配布されておりました。前面には SL パレオエクスプレス、後ろにはその SL パレオエクスプレスがどのように再開したのかということが書いておりました。10時42分、最初の停車駅であります深谷花園駅に到着いたしました。右奥に見える大きな施設が深谷花園プレミアムアウトレット。実際に行ったわけではないですが、このような写真の施設だそうです。こちらの深谷花園駅での停車時間は1分しかないので、自動販売機に飲み物を買いに行く程度しかできないと思います。最初に機関車を紹介した際に気づいた方もいらっしゃると思いますが、本日の SL パレオエクスプレスはこちらの味噌ポテサプレエクスプレスとなっております。秩父市の名産であります味噌ポテと、埼玉県の皆野高校の皆様が考えた味噌ポテサプレという商品を販売しておりました。500円で数量限定ということでございましたので、私こうちゃんも買わせていただきました。後でゆっくりいただきました。その他こちらの木の札もいただきました。このような感じになっております。その他秩父鉄道の7000系シリーズのカードやシールなどもいただきました。皆野高校の皆様からぜひこちらに来てみてくださいということで、皆野町のパン粉ワンフレットをいただきました。こちらを見ながら旅行を楽しみたいと思います。
右側の方から線路が見えてきました。こちらは八王子駅から高崎駅までを結んでいる八高線の線路でございます。10時55分、秩父鉄道八高線東武東上線の停車駅であります寄居駅に到着いたしました。こちらの駅では10分程度の停車駅を設けておりまして、 SL パレオエクスプレスで使用されている363号機の点検を行います。実際に先頭に行って見に行ってみようと思います。短い時間ではありますが、レーザー式の温度計を用いまして、軸焼けなどを起こしていないのかなど、点検をしていくような形になっております。機関車の正面部分にやってきました。先ほどの熊谷駅ではホームが小さいためじっくり見ることができませんでしたが、こちらの寄居駅ではゆっくり見ることができました。11時7分、寄居駅を出発していきます。下の方を八高線の線路が通過していきます。この寄居駅からだんだんと山間部に入っていくわけでございますが、東京都でも有名な荒川に沿って上流の方に向かっていきます。荒川の上流の方に向かっていく SL パレオエクスプレスでございますが、こちらの部分は長瀞と呼ばれまして、川下りが有名な場所でございまして、もう少しで長瀞駅に到着いたします。こちらの長瀞駅でも10分少々の時間がありますので、しっかりと SL の点検をいたしまして安全運行に努めています。 SL パレオエクスプレスの隣の線路に急行列車が到着いたします。こちらは秩父 G という空港列車でございます。乗車券の他に急行券が必要な特別車両となっております。長瀞駅からはもちろんのこと、急行秩父寺から SL パレオエクスプレスに乗り換えるお客様もたくさんいらっしゃいました。 SL の研修員から、SL がそんなに好きだったらばちょっと見ていかないということで見せていただきました。こちらの石炭をくべているところでございます。以前までは SL 銀河で遠目から見ていたものの、このように近くから見せていただくことは初めてだったので、とても貴重な体験となりました。研修医の皆様、大変貴重な体験でした。ありがとうございます。11時42分、長瀞駅を出発いたしました。観光地ということもありまして、日本国内はもちろんのこと、外国のお客様もたくさん見送りに来ていらっしゃいました。長瀞駅を出発いたしますと、秩父鉄道で一番長い橋梁であります荒川川橋梁を通過していきます。こちらでは SL パレオエクスプレスを下から眺めることもできますが、川下りをしながら見ることもできるという絶景の場所でございます。11時54分、先ほどまでお菓子を配り歩いておりました皆野高校の皆様の最寄り駅であります皆野駅に到着いたしました。たくさん観光をしようと思いましたが、こちらの皆野駅での停車時間が1分ということでございましたので、すぐ出発をいたします。11時55分皆野駅を出発いたします。次に停まります秩父駅で皆野高校の皆様とはお別れをいたしました。いろいろと楽しい話をさせていただきありがとうございました。写真を撮影していいという話を受けましたので、皆野高校の先生の皆様と一緒に撮影をいたしました。12時20分、秩父駅を出発いたします。秩父鉄道の秩父駅の近くには西武鉄道の西武秩父駅がございます。駅のホームには普通列車がいるはずなんですが、本日はいらっしゃいませんでした。
するとですね、右側の奥の方に見える方いらっしゃいますでしょうか。西武鉄道の特急列車でありますラビューという列車がですね、今西武秩父駅をちょうど出発したところでございました。それでは拡大をしてみたいと思います。列車に乗りながら、ズーム機能を使いますとこれが限界でございましたが、ちょうど出発していくところが、見ることができました。12時54分、終着駅であります三峰口駅に到着をいたしました。これから1時間半近くをかけまして、SL パレオエクスプレスの牽引機であります C58 型363号機の付け替え作業を行います。それではですね、一つ目の作業であります SL の機関車と客車を分割する作業を見に行きたいと思います。こちらの機関車、停車台に向かうために一度こちらの三峰口駅から奥の方に見えます引き上げ線の方に引き上げを行います。引き上げた機関車は転車台の方に向かって進んでいきます。こちらはですね、決して早送りをしているわけではありません。停車時間が短いため、急いで向かっていくところでございます。見えなくなりましたので客車の反対側の方に向かいます。転車台に入る前に SL 機関車の点検をこちらで行います。 SL パレオエクスプレスは熊谷駅から三峰口駅までの往復を走っておりますが、その際に使用する量でございますが、約9トンの水を使用するということでございました。そしてこちらでは今まで三峰口駅まで使用してきました石炭を燃やした時に出る灰を捨てる作業や石炭を鳴らす作業、あとは使用してきました水を給水する作業が行われます。作業員2人がテンダー車の上に登りまして石炭を鳴らす作業をしております。ボイラー室の中に石炭をくべるときは前方の方から取りますので、後方にある石炭を前方の方に持っていく鳴らしの作業が行われております。三峰口駅の駅のホームの反対側の方にあります SL 転車台の方にやってきました。こちらの方でSL 機関車の転車を行います。こちらの機関車の方に現在水が供給されております。給水作業が終わったようですね。まもなく転車作業が始まります。それでは SL 機関車が転車するところをご覧ください。
ほどと同様に駅の奥にあります引き上げ線の方に引き上げます。客車の右側の留置線のあたりを通過するのかと思いましたらば、真ん中にあります本線を通過することにびっくりをいたしました。それでは SL 機関車と客車の部分の連結作業に移ります。ということで連結が終了したようです。それではこうちゃん、こちらの SL パレオエクスプレスの袋に乗車しまして、熊谷駅を目指すために客室の方に向かっていきたいと思います。それではですね、1号車の 16A という指定席番号に乗車していきたいと思います。こちらはですね、進行方向から向かって左側の方の席になっております。14時5分、三峰口駅を出発いたしました。なんで私がですね、こちら袋1号車の左側の席にしたのかと申しますと、このような景色が見れるからです。三峰口駅から秩父駅までの間の路線は曲がりくねっておりまして、こちらの1号車から一番奥に見えます機関車部分が曲がりカーブですっかり見えるという特別な体験ができるからです。撮影する人にとっては良い場所かと思いましたが、こちらの高架橋から撮影する人は誰一人としていませんでした。秩父駅の途中駅であります影森駅を通過していきます。先ほど熊谷駅であったラッピング列車や急行秩父人が停車しておりました。14時31分、お花畑駅という駅に到着いたしましたが、こちらの1号車部分、駅からはみ出しております。というのもですね、駅のホームが短いということでございまして、1号車部分はなんと車道にはみ出しているという、とても珍しい駅でございます。ですので、こちらのお花畑駅で、乗車または降りられる方は、4号車または3号車のあたりから、降りられることをお勧めいたします。長瀞駅に向かうために再度荒川河原橋梁を通過していきます。15時13分、長瀞駅を出発いたしました。広瀬川
車両基地を通過していきます。こちらがですね、秩父鉄道の車両基地でありまして、 SL パレオエクスプレスなどの車両が留置されております。16時20分熊谷駅に到着いたしました。 SL を改装させるために奥の方では電気機関車が待機をしておりました。それでは最後でございます。こちらの客車に先ほどの電気機関車を連結させて、広瀬川原車両基地に回送列車として運行していきます。16時34分、回送列車が発車していきました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。私、こうちゃんは東北地方でたくさんの列車を投稿しております。よかったらば、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。